ここまでの調整というのはいかがですか？雰囲気もいいですし、個人的にもこういいようにいってるんで、スタートとしてはいいかなと思います。去年いっぱい出させてもらって、課題っていうのがいっぱい見つかったんで、逆にこうやりやすいというか、アピールもそうですし、課題もこうしっかり克服しながら、守備もそうですし、教えてもらいながら、特に守備ですかね、一番は教えてもらいながらやってもらってます。今シーズン4年目を迎える小園海斗。そんな小園が今一番のテーマにしている守備。日南キャンプではたびたびこんなシーンが見られた。菊池涼介とともに全体練習後の特集を行う場面だ。ゲッツーの球の弱さだったりとか、送球への足の運び方とかそうですし、ゲッツー取れれば、チームのためにもなりますし、ピッチャーのためにもなるんで、そこで何か一つ助けられることができれば変わってきますし、自分からゲッツーを、言い方悪いですけど取らせてあげるというか、その投げる方向にしっかり腕を持っていって、そしたらもう投げやすいよって言ってもらって、迷惑ばっかかけてたんで、本当に次は自分がいいプレーして、恩返しっておかしいですけど、本当に一緒にプレーさせてもらってるんで、ゲッツーとか、連携プレーもそうですし、やっていけたらなと思います。一方、去年打率3割まであと一歩に迫った打撃について、新たに取り組んでいることを聞いてみると。特に何も変えてないです。本当に、何も変えずに。同じことをしていればしっかり結果を残すことができるっていうのも分かりましたし、それの繰り返しだと思うんで、センター中心に強いライナーっていうのを意識しながら出てます。その取りに来た、球っていうのを狙い球も絞って、そこをしっかりと一発で仕留めれるバッターっていうのが本当にいいバッターだと思いますし、本当にチャンスでもしっかりと返せるっていうところが、いいバッターだなと思うんで。まだまだなりきりではないですけど、本当にチームのためにやってきたらなと思います。この打順を打ちたいという打順はありますか？難しいですね。上位を打ちたいなと思うんで、それはありますけど、特にどこを打ちたいなっていうのはないです。与えられたところで。そうですね、与えてもらえるのであれば、本当にどこでもいいんで出れるようにやっていけたらなと思います。まだまだ伸び盛りの21歳、攻守ともにさらなる成長が期待される小園海斗。そんな小園の今シーズンの目標は。ブーに見えますけど、トレーニング出場です。ここからもう最後まで一軍でずっと活躍して、笑って終われるように、やってきたらなと思います。去年も失速してしまったこともあったんで、本当に、コロナっていう、難しい時期もあったんですけど、それも、やっぱりシーズンなんで、絶対ずっといいわけではないんで、そこで何かまた自分で考えながら、整えていけたらなというふうに思います。フルイニングの先に去年成し得なかった打率3割というところ、どのように思ってますか？しっかりと出ることによって結果もついてくると思うので、そこまで、目標ではありますけど、しっかりとチームに貢献できたらなと思います。